カール・ラガーフェルド、カール・オット・ラガーフェルド、カール・ラガーフェルド、1933年9月10日台は、ドイツ・ハンブルグ出身のファッションデザイナー、写真家、パリを拠点にしている。シャネル、フェンディ、それに、自身のシグネチャーブランドのヘッドデザイナー、あるいはクリエイティブディレクターを務めている。また、その他にも様々なファッションあるいはアートのプロジェクトで、 単発的なコラボレーションも行っている。ポニーテールの白い髪、暗い色のサングラス高い襟のシャツというビジュアルも認知されている。カール・ラガーフェルドは1933年の9月10日、ドイツのハンブルグに生まれる。父親はビジネスマンの夫・ラガーフェルド、母親はエディザベス・バーマン。彼の父夫は無糖練乳を生産、輸入する会社を所有していた。 また母のエリザベスは、夫と出会った頃下着のセールスの仕事をしていて、ベルリンに住んでいた。また、母方の祖父であるカール・バーマンは、中央党の地元政治家であった。夫とエリザベスは1930年に結婚した。一家は復古カトリック教会に従う家庭だった。パリオートクチュール組合が経営する学校にて、ファッションを学ぶ。この時の同級生に、アルジェリアから来た。 イブさんイコールローラン、それに日本から来た小池知恵がいた。1955年、国際羊毛事務局の支援するデザインコンテストのコート部門で優勝したガールはピエール・バルマンのアシスタントして雇われた。3年間バルマンの下で働いた後の1958年、ジャンパトゥの下に移籍して5年間にわたり、年2回発表されるオートクチュールのデザインを行った。 彼の最初のコレクションは1958年の7月に2時間の時間を使って披露された。なお、この時は、ローランド・カールの名前を使っている。この最初のコレクションの反応は決して良いものではなかった。アメリカのファッションジャーナリストであるキャリー・ドノバンの記事によれば、看板を集めたようなコレクション。また、UPI 通信社の記事によれば、 会社の新しいデザイナー25歳のローランド・カールのコレクションは引き伸ばされた形で昨年の体型のフォルムの流れを無視したものであるとのことであった。なおカールはこのシーズンのシルエットをアルファベットの K になぞらえたものと言っている。正面のまっすぐなライン、ウエストの後方で取った曲線、長いスカートの組み合わせがその示すところである。 彼が1960年の春のシーズンにデザインした、スカートはその年のパリで一番短いものだった。しかし、コレクションの反応はそれほど良いものではなく、キャリー・ドのバは、既製服としては十分よく売れるだろうが、しかしオートクチュールではないと切り捨てた。それでも1960年代も後半の頃になると、徐々に、カールの発表するコレクションの評価も悪くないものになってきていたが、 今一つという状況が続いた。この頃をうんざりして仕事を辞めて学校に戻ろうと思ったがうまくいかなかった。だからそれから2年間を主に BH で過ごした。そこで人生というものを学んだと思うとカールは表している。1963年カールはチジアニというその年にテキサス出身のアメリカ人エヴァン・リチャズによって ローマで創業された店のためのデザインの仕事を始めた。そこではまず、オートクチュールを続いて、規制服にも製造が拡大された。1963年、カールとエヴァンは共同でデザインを行い最初のコレクションを仕上げた。このブランドの顧客には、エリザベス・テイラーやジーナ・ロロブリ・ジーがドリス・デュークといった著名人が名を連ねた。 結局カールはこのブランドのデザインを1969年まで行った。なお公認はギー・デュビアという人物。1964年にはフリーランスのデザイナーとしてクロエと契約。最初のうちはシーズンごとに数点のデザインをするだけであったが徐々に多くを担うようになり、それからコレクション全部をデザインするまでになった。このクロエとの協業は1978年まで。 続き、1992年には再びデザイナーに復帰している。1965年には、毛皮で有名なフェンディと契約し、デザイナーの仕事を開始。フェンディとの契約による、デザイン職はすでに50年を超えている。1970年には、その前年の11月に創業者を亡くした、ローマのオートクチュール店クリエルのためにデザインを始める。 最初のコレクションは1930年代の銀幕スターのためにデザインされたようなポタポタと落ち感のあるエレガンスと評された。1970年代には舞台衣装のデザインを行っていた時期もある。その中にはミラノのスカラザのための仕事なども含まれる。1980年代には様々な会社と契約を結んでデザインを行っている。 例えば、伊勢丹と契約してデザインをし、メンズ、ウィメンズで30点ほどの製品を発表した。他にも、アメリカの会社との契約によるランジェリーのデザインや、靴、セーターのデザインを行っている。1982年シャネルと契約。カール・ラガーフェルドはデザイナーとしてシャネルを再興したが、 死にせめぞン再興という事例はそれ以前には一般的ではなかった。創業者ココシャネルが1971年に亡くなって以降ブランドとしてのシャネルは低迷していた。シャネルは墓に戻るとまで言われた経営状態を立て直すためにカールにデザイナー職のオファーなされたが、その当時ブランドを再興するという考えは一般的ではなく、カールは多くの友人から その契約を結ぶべきではないと忠告された。カールのシャネルでの仕事は83年のオートクチュール、続く84年からはプレタポルテと行われたが、結果としてコレクションは高い評価を得て、なおかつ販売も回復した。こうしてシャネルというブランドおよびシャネルとカールの関係が現在まで続いている。また、この事例によって示された死にブランドを 企鋭のデザイナーの手によって再興させるという手法は多くのブランドによって模倣された。例えば、ベルナール・アルノは買収したクリスチャン・ディオールにおいて、ジャン・フランコ・フェレ八89年に新たなデザイナーとして迎えた。また、グッチにおいても90年にトム・フォードをデザイナーとして迎えることで、ブランドの再興を果たしている。2002年、ディーゼルの創業者、 レンツ・ォロッソの求めに応じて、特別なデニムのコレクションを発表するコラボレーションを行った。ザコレクション、ラガンフェルドギャラリー by ディーゼルと名付けられたこの企画では、カールがデザインを行い、ロッソの監督の下で、ディーゼルのクリエイティブチームが制作、発表するというものあった。発表は、パリファッションウィークの期間に行われた。販売は、非常に限られた場所でのみ行われ、 カールのディーゼルデニムギャロリスでパリとモナコディーゼルのディーゼルデニムギャロリスでニューヨーク東京のみで販売された販売価格は240ドル1.84ドルであったがニューヨークでは1周目でパンツの9割が売れる好調であった2004年11月12日 H&M とのコラボレーションを発表限定で製造されたメンズ、ウィメンズの服を販売するというもので カールとのコラボレーション以来、H&M は毎年一回著名なデザイナーあるいはブランドとのコラボレーションを発表、販売している。なお、カールはこの企画のためのテレビ CM にも出演した。2008年、ドイツの老舗高級ぬいぐるみブランドの主体ふとコラボレーションし、オリジナルのテディベアを製作。2500体が製造され、値段は1500ドルだった。 2008年発売のゲームソフトグランドセフト、オート4のワールド内のラジオ局の DJ として出演。2016年の秋冬から、ソゴー・セーブグループとのコラボレーションで、リミテッドエディションバイ、カール・ラガーフェルドのラインを展開。カールは、ジャック・ドバッシェールと、長らく同性関係にあり、それはジャックが死ぬまで続いた。カールは、多くの家を所有している、または、していた。 1970年代には、アールデコ町に飾られた、パリのリデール・ニーベルシテのアパートメント。1970年代から2000年までは18世紀に建てられたロココ町の様式に飾られた、ブルターニュのシャトーでペンホ、メンフィスデザインのモンテカルロのアパート。アールデコ町のハンブルグのビラ。モナコの LABG のビ,ビラ。パリのリデール・ニーベルシテにあるロココと、 その他の様式の17世紀のメゾン、ホーテパーティキャリアー、マンハッタンのアパートメント、ビアリッツのモダン様式の装飾の夏用のビラ、バーモント州の1840年代の一軒家、2007年からはパリのボルテール通りにある家を所有しており、装飾はモダンとアールデコの様式である。カールはバーマン種の猫を飼っている。名前はシュペットである。 二人の専属メイドに世話されているというシュペットは世界有数の高級鳥の猫として知られており2015年にはシューウエムラとのコラボレーションなどの仕事で約3億5000万円の収入があったという楽しくご覧になりましたら購読と良いですクリックしてください